はい、こんにちは。ですね、今回平成27年度の大学入試センター試験を受けてきました。実際に私も受験生と同じように手続きをして試験会場に行って受けてきたんですよ。問題もらって解いたわけじゃないですよ。本当に現場で受けてきました、みんなと同じ時間で。私ちょっと理系だったので、1日目はあれですね、社会から始まって世界史と世界史 B と倫理政経、それから国語と英語ですよね。であと2日目には数学2つ受けて、物理と化学を受けてきました。で、実際私はね、浪人生扱いなので9課程バージョンを受けたんですけど、まあ国語とか英語とかに関して世界史 B とかね、臨戦に関しては同じものを受けたと思うので、そこも含めてちょっと今回のね感想を言っていきたいと思います。まずですね、一番鬼畜だったのは数学 2B ですね。毎年ですけど、数学 1A と 2B が両方難しくなることはないんですよ。どっちかが簡単でどっちかが難しいとか、まあ半々ぐらいとかで、 2B が簡単な年は 1A が難しいとかね、そういうふうになんかどっちも強烈に難しい年はそうない。で、今回は極端に 1A が簡単で 2B 超難しいみたいな、まあ難しいというよりもむしろ時間が全然足りないんですよ。もう大問3問分で60分ギリギリっていう感じでした。なのでもう鬼畜ですね、完全に。もう時間配分とかを考えても間に合わないぐらいなんですよ。で、もちろん私も全く勉強しなかった、勉強ゼロというわけではなかったので、それなりにね日頃から生徒さんたちにも教えてますし、無力で起きたわけじゃないんですけど、それにもかかわらずあれだけ出して解いて3問ギリギリ、見直す時間なしっていう。だからこれはですね、結構今回は 2B はきつかったんじゃないかなと。で、そこであんまり点数の差は出ないので、今後のねちょっとこう数学 2B できなかったっていうところはあまり気にされなくてもいいかなと。で、英語もかなりボリュームがあったんですよね。英語もですね、結構量が多くて時間的には余裕がなかった感じです。で、国語はですね、その反面ちょっと解きやすくて、現代文とか特にね読みやすくてですね、特に選択肢をマニュアルとか、センター試験マニュアルとかあるでしょ、オレンジの表紙のね、ああいうので書いてあるようなテクニック的なもの、国語の問題のセンター国語の解き方みたいなやつで、機械的にこうやってって解けちゃうようなレベルだったんですよ。で、あとは素直に読んでって落ち着いて取り組めば、選択肢がどんどん消えてってくれて正しい答えが残るみたいな、まあある意味良心的な問題だったなっていう気がしています。で、特に国語と英語に関してはですね、試験が始まる前にすでに漢文の内容は分かっていたし、英語もあこういう感じなのかなっていうところまでは読めていました。で、これはねちょっとまあずるい話ですけど、センター試験って別に注意事項に書いてないことをやってもいいじゃないですか、言ってみればね。だからまあまあ皆さんもやってると思うんだけども、後ろをひっくり返した時に問題透けてるでしょ。で、問題透けてるのをもう最初は見とくんですよ。で、もちろんこうガチ見しちゃったら試験官の人に怪しまれるから、注意事項読んでますよ的な感じでしれっと読む感じで、そうすると今回は特に漢文の もうめちゃめちゃ読みやすかったんですよね。もう最初からあこれは年老いた猫とその人間とねの関係を対比させて話がこう繰り広げられてるんだなっていう話ぐらいは最初から分かったので、漢文から解いたわけですね、私の場合は。で、漢文古文解いて現代文の論説から小説に戻って、あと英語の方はね、なんか私もちょっと知識的に文法知識を忘れている部分もあったので、そんなに簡単ではなかったんですけど、ちょっと最初の部分で時間をかけすぎたのかな。で、あと一文抜くやつがあるでしょ、関係ない文意と関係ないものを省いてくださいってやつ、あれが結構地味に時間取るんですよね。で、あそこで時間取ってたら結構ギリギリになっちゃって、最後の方をちょっと間に合わなかったんですよね、その情けない話。だからまあ英語とかはちょっと私の場合は取れないといけなかったんだけども、それがちょっと微妙と。で、国語の方は良心的な問題で、で世界史 B と臨戦に関しては本当にもうなんか覚えてれば解けるよねっていう、すごく分かりやすい問題ではありました。で、世界史とかは特にですね、国ごとの歴史とか出来事をちゃんと頭の中で把握できてさえいれば、比較的高得点を狙えたんじゃないかなっていう感じです。で、2日目の、数学と理科に関してはですね、私の場合物理と科学でしたが、物理科学に関してもまた世界史 B とか社会と一緒で、もう基本的には覚えてたら解けるっていう、本当に解けやすい問題が多かった。で、科学の方はね、ちょっとこう私も手応えがあまりなくて、個人的にはで、勉強って勉強もできなかったんですと、あれだったんですけど、暗記科目に関しては直前に見たものがことごとく出てくれるっていう、ちょっと幸運に恵まれてですね、やっぱりセンター試験って各教科各科目のね間の休み時間が長いので、その時間に一体何をするのかっていうのが結構大事になってくる。
で、今までやったものの中でもやっぱり見る場所を決めて50分なら50分ちゃんとこの時間をねこれに使うっていうのを決めてから挑まないとやっぱりこう無駄にしてしまう。でも今回私が感じたのはその間にやることを決めていって、じゃあこれだけしっかり覚えもう忘れてたからやろうっていうふうにやったら実際それが出てくれたので、実際それをねやれたっていうのが良かったかなと。で、数学に関してはもう 1A の方はあまりにも簡単だったんで、これはもう 2B に来るなというのはもう覚悟を決めてたんですけども、実際にはその覚悟以上のものが来てですね、かなり焦ってもう時計塔を格闘しながらこれ間に合わんぞと思ったんですけど、まあ自分が間に合わないんだったら多分みんな間に合ってないんだろうなっていう、逆に冷静になりますよね。だから今取り組んでいる問題を焦らず1問でも多く解いて点数を確保するっていう、そこにまあ重きが置けたかどうか、だからそこで失点をなるべく抑えられたかどうか、精神的なブレ、焦りとかパニックっていうのを自分の中で抑えられたものが数 2B には勝ったんじゃないかなって思っています。今回のはですね、今からまた丸付けをしてみて実際点数を出しますが、まあ今回ね私の方はもうこれでセンターの方は終わりなので、あとは皆さんのサポートに回りますが、皆さんはこれから二次試験に向かっていくわけです。実際ねボーダーとかもあるかとは思いますが、今回ねまあ丸付けをしてみてまあちょっと厳しい結果になった人も、思った通りの点数を取れた人もですね、一度足元を見て冷静になって進路を考えてみてください。もしかしたらですね、現役生の子特にもう1年浪人を考えてでももっと上の大学に行った方がいいんじゃないかっていう、そういう意義ある撤退的な選択肢もありますからね。これは逃げとかじゃなくてですよ、逃げとかではなくて、今行けるところに行くことよりも1年先延ばしにしてでももっと上に行っておいた方がその先の人生においてまあ得になるんじゃないかなっていう選択肢も一つ考えてもらえたらと思います。これはですねあんまり大きな声では言えないし親御さんにも迷惑がかかることなので、こう推奨するわけではないんですが、私も浪人をしてみてやっぱり分かりましたよね。妥協して選んだ選択肢では絶対にどっかで行き詰まると。だから精一杯自分の選択肢を追いかける、で実際に今の、ね、成果とか点数で自分の能力は測らないこと、それが今のあなたの力であってもそれがあなたの限界ではないわけですから、そこをしっかり意識した上で次の選択を選んでください。本当に今回センター試験お疲れ様でした。二次試験までもう少しです。頑張ってください。